私、ハサミの扱いに関しては自信あるんだから。ほら、座って座って。やっと会えたね、お兄ちゃん。お兄ちゃん、もう一回聞いていいかな。私のこと怖い？そう、怖いんだ。私が怖い？お兄ちゃんのために何でもやってきた私が？そんなわけないじゃない！逃げたりなんかしたら許さないから。